SSTR 失踪まであと71日。こんにちは、旦那です。クランクケースを組み立てるには、内部パーツの洗浄確認が済んでいませんでした。しかし今回は時間がないので細かいことは抜きにするつもりです。詳しく調べるのはいつの日かの楽しみにします。マッハでミッションをばらし、全バラ完了。基本的には今までと同じ感じですね。洗浄してみないと見えない部分もありますが、大きな破損などはなさそうです。マイクロメーターを取り出して、フォークの先っちょ部分だけは測っておこうかと思ったのですが、あれ？フォークの先っちょ部分がない。今まで触ってきたミッションはすべて、フォークの先っちょ部分でミッションを動かしていましたが、どうやらこのミッションは、フォーク根元部分がミッションを動かす役目を持っているようです。ぶっちゃけ見た目でわかるくらい削れているのでなければ、再使用できそうなもんなんですけどね。参考までにこのフォークの当たる箇所の厚みは、5.895mm ってところですね。もう一個のフォークの当たり面は、5.89mm ってところかな？標準値がわからないのでこれで正常なのかもわかりません。使ってみてダメだったらその時考えます。さて部品洗浄です。前回洗浄台を作りましたが、細かな部品洗浄はこっちの方がやりやすかった。小さなトレイ上で歯ブラシや真鍮ブラシで洗う。これくらい慎重にやらないと部品をなくしちゃいそうです。しかし汚れがひどくって、歯ブラシでは全く汚れが落とせません。コメントで洗浄台にヒーターをってありました。実は投げ込み式ヒーターを試しに入れてみたんですけど、ポリタンクが溶けちゃうんじゃないかって、不安になったので中止しました。そのうちまた試してみますが、大物を洗うとき以外は使うことなさそうです。再登場の機会をお楽しみに。神さんが灯油ポンプ捨てるって言ったときに思いつきで作った洗浄台なので、水量も溜まりすぎだしいまいち使い勝手が良くないんです。ミッションパーツ洗浄完了。ピカピカではありませんがこんなもんでしょう。早速ですがミッションを組み立て始めます。シフトドラムはストッパーがかかる切り込みがあるので、順番がわかりやすい。インプットシャフトも3速しかないので楽勝で組み立てられます。カウンターシャフトもギアは3速なので楽勝ですが、この先悩んでしまいました。走行中3速からニュートラルに入らないようにしているプレート。こいつの組み方を忘れちゃいました。どうなっていたんだっけ？適当に組んでも間違っていたら後で気づくでしょう。ってことで適当に組んでみました。ミッションの形になっているから大丈夫だと思います。ちょっと気分転換。コメントいただいた件につき試してみました。排気バルブが磁石にくっつくかってコメントいただいたので試してみます。スタッドボルトはくっつきますね。排気バルブは、全くくっつきませんでした。くっつくようだったら交換ってコメントだったので、このまま使えそうですね。しかしなぜ磁石につくとダメなのか教えてほしいです。吸気バルブは磁石にくっつきましたよ。排気バルブと材質が違うようですね。下部仲間から以前に頂戴した中華ミッション。もしかしたら使えるかもしれないって情報を入手しました。はい。シャフト受け部の太さが違います。そうなんです。このクランクケースに合うミッションはモンキー用なんです。下部系とモンキー系のクランクケースはここの太さが違うんですね。モンキー系の方が太いんです。
ミッションはモンキー系の方が選択肢が多いので、今後の夢が広がります。クランクケースはロールタップを使いネジ山を再生しておきます。一回洗浄しただけでは色々なところにサンドブラストのメディアが残っていますよ。ネジ山再生しながら洗浄しました。オイルドレンプラグのネジ山が潰れかけていたので再生しますが、ここは M12 歳目なので、使うタップは M12×1.5 です。間違って波目タップを使うと本気で泣けてくるのでご注意ください。他の箇所でやらかした旦那が言うので間違いないです。ネジ山が潰れかけていただけあり、かなり手応えが硬いのですが問題なく再生できました。大切なことなのでもう一度言いますがここは再目ですよ。波目使っちゃダメですよ。クランクケースを仮組みしていきます。中が入っていないのでインパクトで締めると軽い音がしますね。仮組みなのでトルクは気にしません。ケースを仮組みした理由は、シリンダーが座る面を整えるためです。ホンダ製でもここは仮組みして面出ししておきましょう。微妙な段差があったりなかったりします。今回のエンジンでは、想定範囲内ですが段差がありました。圧縮漏れするってことはなさそうですが、段差があるとオイルが漏れてくるんだろうな。もう少し追い込みたい気がしますが、合わせ面の段差は解消されたようなのでこれで良しとします。それよりも気になるのは内側の段差です。想像よりも段差が大きいですね。エアユーターを使って段差だけは消しておきます。深淵にはなりませんが段差がある状態よりはマシなはず。今日のところはこれくらいで勘弁してやるか。これ以上の深追いはやっちまう可能性が大なので避けます。オーリングやオイルシールなどが収まる箇所も真鍮ブラシで仕上げておきます。汚れが落ちにくい箇所ですね。ここまで来たらもう一息。クランクベアリング交換前にクランクのブレ測定。クラッチ側で読みが100分の1ってことはブレは1000分の5。ジェネ側は読みが1000分の5くらい。ってことはブレは1000分の 2.5。何この優秀な値。これは下手にクランクベアリング交換したらダメになるやつです。悩ましいところではありますが今回はベアリング清掃だけにしておきます。旦那はベアリング交換した後ここまで追い込める自信がありません。恥ずかしながらおそらくそのまま再利用が一番だと判断しました。最近やらない勇気も持てるようになったんです。ここから最終的な洗浄を始めます。スプレーのパーツクリーナーを使うのですが、旦那はここでケチりません。余裕で1本使い切るくらいのつもりで洗い流します。それと、ちょっと寂しい報告です。今までモノタロウ粉末パーツクリーナーで頑張っても落ちなかったケース内部の汚れ。それがスプレータイプで拭いただけで落ちたりしちゃうんです。今までも頑張ってきたのになぁ。下手にゴシゴシ洗うよりもスプレーの方が早いって。非常な現実に少しだけ涙目になりそうですが。もしかしたら花粉のせいなのかもしれません。今の笑うところですよ。いずれにしてもオイルラインはしつこいくらい洗浄して穴が通っていることも確認します。今しかできないことなんです。中華でやらかしたベアリング打ち込み。6203は株もモンキーも一緒です。今回のケースはモンキー系のニードルベアリングが必要ですが、この型番がパーツリストに掲載されていないんですよね。自分で言うのもなんですがよく見つけられたものだと感心します。ニードルベアリングは2つとも見た目が似ていますが、軸側の径が異なりますのでご注意ください。メインシャフトの方が 0.5 ミリくらい太いんだっけかな？うろ覚え情報でごめんなさい。うろ覚えなのでベアリングを打ち込む前に実際にシャフトに入れて確認しています。
いつも失敗する焼きバメは今回ありません。以前にバラしたベアリングアウターを使い叩いていきます。なんというかめっちゃ入りにくい。いつもよりも硬いような気がするのは気温のせいなのでしょう。ようやく一個収まったようです。こんなに大変だったっけかな？次はニードルベアリング叩き込みです。これは入手しにくいので慎重に行くべきでしょう。メインシャフトにカウンター用のベアリングは入らないですよの確認。間違いないですね。ピンクの袋がカウンター用のベアリングです。叩きにくいなぁ。そういえばコメントでニードルベアリングは叩かない方がいいって言われたような気が。収まりが悪い。もう少し入りますね。あまり叩きたくないなぁ。しかしこれではベアリングが浮いてミッションがロックしちゃいますね。やるしかないな。古いベアリングを置いて、その上にケースと新しいベアリング。とりあえず落ちない程度に圧入。最後までは圧入しません。裏当ての位置を微修正。ベアリングに予想以上の圧力をかけてもケースを割らないようにします。裏当てが古いベアリングではうまく合わなかったので V ブロックに変更。これで最後まで圧入できますが、もしもずれていたらケースが終わります。無事に圧入完了しました。まだ1個目ですけどね。きちんと奥まで入っているように見えます。失敗しなくてよかったー。続いてニードルベアリング圧入。そのままでは奥まで入りません。古いベアリングを当てがって圧入します。もちろん裏に抜けないように裏当てをしています。センターを何度も確認。なんとか圧入できそうです。よかった、うまくいきましたよ。ベアリングがしっかりと座っているの見えますか？今回例の角は入れませんでした。いつの日かモンキー系の4速を入れたいと考えた結果です。もしかしたら5速かもー。いずれにしても邪魔な角は排除しましたよ。プレスで圧入したベアリングも軽く叩いて音で座りを判断します。すべて完全に問題なしと言えるまで確認します。よし、問題なし。もちろん目視でも座りを確認していますよ。これが結構見たらわかるんですよね。問題なさそうなのでケース左も確認していきます。組み立てはケース左を軸にやっていくので後からでは触れないですからね。確認大事。うまくいってよかったー。おしまい。次回予告。最後までご視聴いただきありがとうございました。思いっきりミッション組み間違えていますが、そのうち気づくのでそっとしておいてくださいね。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いいたします。ミッション動かないなぁなんて考えていますよ。